ドリュゼナイムは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。ストラスブールローカンの鉄道路線沿い、ライン川沿いにある、小さな町である。ドリュゼナイムは、フェリーでライン川対岸のドイツの町グレフェルンと往来ができる。現在のドリュゼナイムの町の位置は、ローマ時代にダイドルススが築かせた砦のあったところである。 今日の地名は、ダイドルススから来ている。1570年から、ドルゼナイムは、ハーナウリ・ヒテンベルク家の支配下に入った。30年戦争によって、ほぼ住民がいなくなり、フランスに併合後、ロレーヌ人、スイス人、ドイツ人が、新たに定住した。ドルゼナイムの砦では、1705年に指揮を取った軍の建築技師ジャン・マクシメリアン・ベルシュの手によって強化された。 第二次世界大戦が始まると、アルザスの多くの町がそうであったように、ドリュゼナイム住民は戦火を避けるためリムーザンのサンレオナールドイコールのブラへ避難した。フランスがドイツに降伏すると、住民の帰還が進められた。1942年には、ドリュゼナイムの男性住民が、ドイツ国防軍への配属を強制された。1944年12月には、 アメリカ陸軍がドリュゼナイムに達し、ノルトビント作戦でドイツ軍と交戦した。しかし、ドイツ軍が反撃に転じ2ヶ月余り町を占領している間に町はほぼ破壊され尽くした。参照元、イヘスト、INSEE。ありがとうございます。